はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、みかんとトマトが食べれません、まあ、というのもですね、まあ、トマトの話は以前にもしたことあるんですけども、ケチャップもね、同じようにね、食べれません、まあ、そして今回がね、みかんですよ。みかんがね、刺さるんですが、ほんまに、ね、まあ、刺さるっていうのは表現的にちょっと怖い表現ですけども、その口の中のね、ただれてるところがね、粘膜障害のところがですね、刺さるように痛いんです。トマトも同じように刺さります。まあ、こう、なんと言いますかな、ね、まず食べたら味は少しは甘さを感じるんですけど、まあ、いけそうかなーって、こう食べれそうかなーって思って、もう一口、もう一口、こう食べていくとですね、口の中がこう、キュッとこうね、締まっていく、引き締まっていくと言いますか、まあ、ご存知の方言ってると思いますけど、このタンニンとかポリフェノールっていうの作用がね、あるんですけども、その成分がね、そういう風なのの作用に、ね、タンパク質がこう、引き締まっていく感覚があるんですよ。いや、引き締めてくれる作用があるんで、その感覚がね、口の中にね、バッてこう、キュッてこうなるわけですわ。まあ、その、引き締まりがね、ただれてる傷口を刺激して、刺さるという感覚になってしまうんです。ね、トマトもみかんもね、まだ食べられへんかったんです、そういうのでね。まあ、きっと他の柑橘系もね、まだ食べられへんと思います。無理だと思いますわ、ほんまに。ほんで、その歯磨きをね、してて気づいたんですけどね、歯茎にも少し粘膜障害が出てきてね、そこもね、痛かったです。そこも、あ、染みるわってなりましたね。まあ、これはね、こう免疫抑制剤がね、こう今4錠になってるわけですよ。4錠になっても、2ヶ月かぐらいになりますけども、まあ、それに伴うね、骨髄移植の副作用が出てきてないと思います。まあ、他の副作用は出てきてませんけど、まあね、嬉しいことなんですけどね。まあ、しっかりとね、今はご飯も食べれてるので、まあ、これまでにね、経験してきたこの、まあ、ひどい粘膜障害と比べるとね、大したことないんでね、まだ良かったです。こう、まあね、しかしね、みかんが食べれたと思ってね、やっぱり食べられへんかったっていうのが、まあ、ショックでしたね。まあ、実に2年ぶりかな。2年ぶりに食べてみたんですけどね、いや、1年ぶりか。まあ、入院中にね、食事、入院食、じゃ病院食で、こう、まあ、デザートにみかんが出てくることがあったんですけども、まあ、その時もね、まあ、味がちょっとおかしくてね、食べられへんかったっていうのがあったんで、まあ、約1年ぶりですね。こう、まあ、思ってた味がね、しなかったらね、やっぱ食べる気がね、なくなりますよね。そう、美味しく感じないんですよ、ほんまに。先ほども言いましたけど、その、刺さるですけども、きっとケチャップもね、トマトもみかんもですね、この、酸味がね、原因やと思います。まあ、この皆さんにもこう、想像してほしいんですけども、まあ皆さんもね、口内炎がプツッとできた時にね、ポン酢とかを食べたら痛いでしょう。もう、あれに似てるんです。あれがこう、広範囲ね、僕の口の中をね、ぐわっと攻撃するんですわ。トマトよりもね、みかんの方がね、強めに攻撃してきました。まあ、しかも時間差なんですよ。まあ、先ほども言いましたけども、一口食べていけた。で、二口目いけた。で、三口目からこう食べたら、あれ?ってなってきて、ね、口の中がキュッと引き締まった感じになって、ここなんやろうなと思ったんですよ。そしたら四口目からね、激痛になりましたね。まあ、とっさにこの大好きな牛乳をガーッとこう飲んでもですね、なかなか痛みは収まらないのでね、まあ、しばらくこう痛みに耐えてたんですけども、こう一人でね、顔をぐーっと押さえて痛い痛いって押さえて静かにしてたらですね、息子らがやってきてですね、僕の手をこの、押さえてる手を掴んでね、顔から離そうとするんですよ。で、僕はこの、痛みに耐えてる状態なので、もちろん口を広げることもできないんですよ。
もちろん喋ることもできませんし、でなのでその息子ちゃんの手をバッて振り払って新しいみかんを廃棄を手渡すとですね、何事もなかったかのようにその場を立ち去ってね、静かにみかんを食べてました。まあね、それぐらい痛かったんですよ。まあね、みかんもしばらく我慢します。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。